まず志村先生がトライで働き始めたきっかけを教えてください。はい、私がトライで働き始めた理由は、人に勉強を教えることが好きで、実際に仕事として生徒さんに勉強を教えたいと思ったことが理由です。学生の頃からたびたび人に勉強を教えることがあり、教えるたびにありがとうと感謝されました。そのことが嬉しくて、仕事でも勉強を教えたいと思い、トライで働き始めました。はい、ありがとうございます。では次に、指導中意識していることを教えてください。はい、私が指導中に意識していることは、生徒さんが緊張せず気楽に質問ができるような授業を作ることです。生徒さんの中にはクラスのような大勢の人の前で質問をすることが苦手な子もいると思うので、そのような生徒さんにも気軽に質問できるような授業を目指し、意識して指導しております。ご意見前校でお待ちしています。個別教室のトライ、語彙前校の強みについて教えてください。はい、一人一人に合ったカリキュラムで、マンツーマンで指導が受けられるところです。また国立大や難関大出身の講師が多数在籍しておりますので、学校の授業のフォローから難関大受験まで幅広く対応することができます。教室はとてもフレンドリーな雰囲気であると思います。進学相談、学習相談も随時受けたまわっておりますので、お気軽に個別教室のトライ、ご意駅前校にお問い合わせください。よろしくお願いします。